脱走したのナルミちゃん。はい、そうです。なんだから。ガムテープだもん、だって。ガムテープじゃない。はい、しろさん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。これがある状態でやっちゃったね。そうです、年末の。そうなんです。これ、仕事せがしのさんに、はい、のクリスマスプレゼント。イエーイ、はい、ありがとうございます。ちょっとあの、ちょっといいですか、先に。はい、あ、でも開けてたのがいいかな。開けてくださいじゃん。いいの？なんか、はい、あの、言わなくて。言わなくていいです。前置きは、前置きはないの？これラップしたのナルミちゃん。はい、そうです。なんでこれガムテープだもん。ガムテープじゃない。これガムテープじゃないですよ。ガムテープでしょ。ガムテープじゃない。これただあのなんていうテープ、何テープ？あのパッキングテープ。パッキングテープ。あ、バックパック？そうですそうです。おお。なんですけど、これ何が特別なバックパックなんですよ。すげえ。これはあの旅行用のバックパックで、ベイスってあのシェイン・ミシェルさんっていう、はい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 、人が作ったベイス、はい、知ってるよ、ブランドさんで、はい、これ後ろにこういうあれが入ってるから、あ、こうスリットが入ってて、こうスーツケースに、ね、そう、スーツケースにあの入るんですよ。だから、ね、ちょっと重い時に、うん、キャリー用にポッてこれを入れて、はいはいはい、担がなくてよかったりとか、うん、で、うん、わ、ちょっと重かったんですけど、開けてみてもらって、かわいい、だからいろんな細かな、なんかこう、かわいい、あれがあるんですよ。なんかこう、何これ、細かなポケットとか、あ、はいろ、はい、んなペンが入るとか、はい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 、パスポート入るとか、これはキーチェーンか、キーチェーンか、つながるから外さないとか、ここの素材がいいね、レザーですね、このレザーの、この前なんかしのさんがあのエリカにこれ同じベースのウィークエンダーバッグを、はいはい、した時に、どうしよう、あのした時にシロさんが、あ、私はバックパック派なんだけど、うん、エリカはそういうショルダーなんだよねって言ってたじゃないですか、うんうんうん、あの時に、あ、よかったバックパックでって、すげえ悩んだんですよ、本当にエリカ色違いを買おうかなと思ったんですけど、あー、そっかそっか、うん、でもやっぱバックパックです、私バックパックの方がいろいろ手が使えるから、はい、そうなんです、うん、でこれがあるのないのと全然違うから、全然違う、スレッドがあるのないので、うん、全然違う、うんうん、なのでバックパック、いつもこのあのパソコン入れるところが真ん中のポケットとあの仕分けできなくて、はいはい、だからパソコン自体を袋に入れてこう入れるみたいな、あ、そうなんですか、うん、いや、いい、ありがとう、よかった、喜んでもらえて、素晴らしいです、ここの結構いいんですよ、ほんと全部、もし皆さん、あのなんていうブランド、ベイスっていうブランド、ベイス、うん、なるみちゃんのはこっちです、あ、ありがとうございます、はい、全部入れました、ここに、うん、いっぱい重いんですけど1個はなるみちゃんがリクエストしてやるんです、あ、そうです、そうなんです、わざわざよかったでしょ、1個で、なんでこれ意外に高いですよ、本当に、そうよ、ヘアコンディショナーなのに、これ自分で絶対買わないすげえコンディショナー使うなと思って、いや、違うんです、自分では買わないんですけど使われたんですよ、髪切ってトリートメントした時に、あ、うん、あの、あ、それを、そう、それをこの欧米のトリートメントなんか分かれるところなんですよ、トリートメントなんとかっていうトリートメントだったんですよ、うんうん、だからこれを使われてて、こんなの自分では買わないよなと思って、うんうん、あのお願いしたんですけど、うん、ありがとうございます、わざわざこれでも、まあまあ、ね、値段はしますね、皆さん、これヘアクリームにしては、はい、ヘアクリーム洗い流さないトリートメントだよね、そうですそうです、ヘアプロダクト界の ロールズロイスっていうらしいですよ、これだけだと思ってこれをお願いしたんです、高いのおかせたから、いや大丈夫ですよ、そんな、すみません、ね、大丈夫ですよ、なんかちょこちょこしたの、これは何でしょうシャワースチョコチョコしたね、うん、フィクスアロマテラピーシャワーボンブ、うん、シャワーボンブ、何ですかそれ、シャワーボンブらしいんですよ、何それ、ちょっと開けてみてもらいます、いいですか、うん、別に開けて何か敷けるもんじゃないから大丈夫、なんか一見、うん、パレットって思いますよ、一瞬メイクアップアイシャドウパレットって思うじゃないですか、うんうん、あ、いい匂いする、うん、あ、いい匂いするだよね、絶対、うん、本当だ、もうすごい匂い、すごい匂いますよね、あ、へえ、こんな感じになってる、クレーバーパイ、私もね、初めてトライしたんですけど、え、トライしたんですか、まだ、うん、買っただけで自分にまだトライしたいんだけど、あ、お城さんも変わったんですね、はい、へー、これなんかね、シャワー浴びるときに、うんうん、入れるのよ、一緒に床に、え、あの、うん、シャワー浴びるじゃん、うんうん、多分、なんだっすか、
て、うん、そのホットウォーターを、うん、シャワーのホットウォーターをね、うん、ホットウォーターにするじゃん、はいはい、でその時まだ自分が入らない前に、うん、入る前に2分ぐらいホットウォーターと一緒にこれを床に置いとくの、うんうん、閉じて、うん、でこうディレクトリーのシャワーの下にディレクトリーに置くんじゃなくてちょっと端っこ、うん、はいはいはい、で置いて2分間ぐらいシャワー出しておきます、うんうん、でそして自分が入って用を足すわけよ、うん、はい、用を足す、用を足すとかあのほら肌を洗ったりとか、はいはいはい、体やったりとかっていう、はいはい、うん、でそのやってる間、うんうん、このアロマセラピーの匂いが満喫するわけですよ、面白い、ミストみたい、うんうん、でそういう匂いのトリートメント、なんか面白いなと思って、バスタブにバスバーみたいな入れるのと、それシャワーバーみたいな感じ、へえ、あ、へえ、まあこれ2人でも楽しめるし、確かに確かに、同時に入ってもいいし、交互に入ってもいいし、うん、でなるみちゃん入った後に中国すぐ入れば、はいはい、同じ匂いで楽しめるし、うん、それね、これ買った時に出てきたのこれ、セフォラの、うん、あのトライアルキット、こんなのいっぱいついてきたんですか、はい、これ買ったらこれついてきたの、だからいいんですか、もらってください、しゅんさんが、いや、あの最初ね、うん、私これじゃあ使おうかなと思ったの、うん、じゃあね、これ私2個出しちゃったの、この前言ったやつ、あの、あれ来ないと思って、あ、これにこう出したんですか、えげつない高いじゃないですか、来ないと思って、うん、あれでメール見ても、うん、シップドになってない、しかもチャージもなかった、うん、なかった、うんうん、ああ絶対オーダーされてないんだと思って、うん、速攻オーダーしたら、うん、次の日に2回オーダーされて、だから最初のオーダーがこう何かでペンディングになっちゃって、うん、はいはい、あのシップアウトされなかった連絡が私が買った次の日に来て、うんうん、はいはい、で買ったばっかのオーダーは問題なくプロセスされて、うん、はいはい、だから2つ、うん、オーダーが来ちゃった、だから1個多く、うん、結局私これ2個買ったの、はいはい、この時に、うん、なるみちゃんに1個、うん、で、自分にも1個と思って2つ買った、はいはい、うん、だからこれがもらえたの、あー、へー、フリーギフトで、うん、で、うん、もう1回買っちゃダメだから、あ、さ、自分にも1個買ったんですか、自分に1個買ったわけ、イエーイ、3個来たんですか、でも4個ある、4個あるよだから、うん、まあいいもんだしねそう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 、でエリカとパオラにあげようと思って、2人とも髪の毛すっごいケアしてるから、うんうん、すっごい喜ぶと思います、2人にあげよう、本当に髪の毛界はローズロイスですから、そう、うん、だから彼女たちにあげるギフトをバランスアウトして、はいはい、買うべきものを買わないで、はいはい、これにして、あ、はいはいはい、そう、なんか4本ある、申し訳ないね、彼らに買うべきものはこれになっちゃう、そう、で、これがついてきたから、私これもう1個あるの、あ、もう1個あるんですか、だから1個並みちゃんと、あ、すいません、でも嬉しくない、こういうの嬉しいです、すごいすっげーたくさん入ってるの、セフォラのなんか新商品の、はいはい、新商品のなんかお試し、うん